ーい、ペロペロー、暗黒茶でーす。塊魂がどう見てもこれ塊魂じゃん。結構野蛮ね。私が想像してた想像と違う。これはあのモンスターハンターの体験じゃないの。あ、いいね、雰囲気出てる。楽しみ。解決ゾロリ謎の宇宙人っていう本で、あ、びっくりした、普通にびっくりするわ。怪しい BGM だったけどね。かわいい。あ、すごいね、カービィの体。んペロペロー、暗黒茶でーす。はい、ということで今回も星のカービィディスカバリーやっていきましょう。もしよろしければ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。では早速行ってみましょう。はい、ってことで能力値進化できなかったので、とりあえずトレジャーロードを行って進化して、でダンジョンステージ行ってみる。トレジャーロードはね、カッター、ニードル行こうか。転がれニードルロード。塊魂かな。はい。転がれニードルロード。トレジャーロード。なんかやっぱ空間が紫色に。でん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 。長押しプラス移動。どう見てもこれ塊魂じゃん。ちょっと坂道が弱いか。これもうずっと話したくない。全部持っていきたい。あ、落ちる。それは聞いてない。あ、敵に当たるとちょっと速度が上がるんだね。なるほどなるほど。で、ちっちゃくならないんだ。ね、ずっと本当だったら押しっぱなしにしてるとだんだんちっちゃくなっていくんだけど、それが、あ、ちょ、当たんない。頑張れ。おー、すごい。最後に溜まったもの一気に放出して。はい。どうかな、時間。結構、あー、ちょっと遅かったね。え、めっちゃシビアだよね、結構ね。これで進化できるようになったから、ギガントソードだっけ、はい、かなが作れるようになったと。そしたらじゃあ街行ってみようか。街で帰る。はい。ギガントソードね、多分見たことあるような気がすんだよな。なんか、でっかいソードでしょ。くださいなと。そうだな、緑の帽子で新たな世界をいざ突き進むは剣の勇者。いろいろ切れるしパワーも貯めれる。目指すは新世界のソードマスター。これあれでもどうなんだろう、ゼルダの伝説とカービィってどっちが先ん、ファミコン、ゼルダの方が先かかな、だよね多分ね。おい、進化させる。はい。でも多分、木こりの帽子なのかな、違うのかな、たまたま緑なのかな、なんか似てるような気もするんだけど。ほい。力技。あ、結構野蛮ね。ギガントソードで進化した。私が想像してたソードと違う。これあの、モンスターハンターの体験じゃないの。あ、物騒ね、結構。これあれか、あの、ボスの、これ、ため技が回転じゃないんだね。おい、ちょっとハンマーみたいになってる。すげえすげえ。回転技と。なんか、技とかなんあるのかな？ジャンプ切りと、普通に切るのと、ため技くらいかな？これ、でかいでしょ。めっちゃぽよんぽよん跳ねるね。じゃあ、これで、ダンジョン行ってみようか。そうだね。何ステージあんのかな。次。そうだよ。お化け屋敷じゃん、次。びっくりホラーハウス。ねえ、カービィ、次はどこ行こうか。うん。お化け屋敷つかなんか、エイリアンハウスみたいな。びっくりホラーハウス。あ、いいね。雰囲気出てる。楽しみ。結構楽しみ。でも、ちゃんと、あの、すぐに入らないっていうね。行ってみよっか。なんかああいうエイリアンみたいなの、なんかあの「解決ゾロリ謎の宇宙人」っていう本で見たことある気がする。解決ゾロリね、昔子供の頃とか結構読んでましたね。だいぶお世話になったかも。あ、びっくりした、普通にびっくりするわ。ダメージは入んないよね。
え、普通に、あ、これ吸い込んだらなんか能力出たりするのかな。でもなんかスカっぽい気がするあ、サーキブルさ、ここで、あー足場が崩れちゃう。サーキブル光ってて、かわいいねって。危ない危ない危ない、かっこいいね、光ってて。すごい、なんかあの、なんだ、リル&スティッチじゃなくて、なんだっけ、あの、緑のディズニー映画あるよね。これ、結構危ない。落としてくる。痛い痛い痛い。曲が結構ノリノリで好きよ。ここなんだろう、光ってる。あ、アドルディ、ゴールド、開けるタイミング、はい、今、オッケーオッケー。いや、これゴールドでやってたらゴールドになっちゃったのかな。なんか手品的な、すごいなんかほんと音楽がノリノリで私結構好きなんだけど。ほい、急になんか怪しい BGM になったけど、謎解き、オーバル、電球、ね、かわいい。あ、すくち透けてる、いいね。いや、ほんとこういう発想力よ、かわいいね。あかりね、あ、ずっとやってるとウィーンって、かわいいね。ね、どうすんの、僕の歩き方もいちいちかわいいしさ光を照らす、ん、ライト、こっち、こっち電球入ってないけど、ん、あ、近くでやると電球が、おお、動きました。え、暗い、あ、真っ暗真っ暗。電力とかないのかな。無尽蔵にエネルギー出るなら、もうこれあの太陽光よりもエコなのでは。ああ、それ危ない、それ危ない、それずるいね。普通にちょっとやりに来てるのが恐ろしいね、可愛い顔して。ちょっと油断したら足場が移動するとか、そんな感じのやつ。え、これ届く、ジャンプで、ほい、え、届いた。あそこに電力が必要だけど、こっちじゃない、石蹴った時のコトコトっていう音がちょっと怖いわ。ほい、これ電力供給してもいいの、そもそもね、罠だったりしないのかな。えい、お肉、チェックポイント。あ、これ右側壁出てくるでしょ。あれ、あ、出てきた出てきた、ほい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 、喋れない今のはちょっと壁に気づいたからよかったけど、とっさに判断しないと。あ、あ、あ、なんかそんな気がした、そう、なんかそんな気がした。目が光ってるから、なんかね、なんか分かりやすいよね、こう光ってる方に来るんだろうなって思った。あれ、ゴールドかな、アッシュ。あっち行ってもいいけど、こっちはなんだ、こっちも電力ある、ほいほい、お、ガチャルパ、お、ザックザック、あい、セルフあいが出る、はいはいはい、すごい枕になるねビートを刻んでいく。あれは敵バレちゃいますよね。ほいほい、真っ暗、これ、こっち先行こうか、元気、え、ほい、ここは行っちゃっていい、え、どっちがゴール、え、どっちがゴールこっち、ピーン、うん、あー待って、どっちだろう、うーん、先に手前行こうか、ちょっと悩ましい、こっちが当たりな気がする、なんかちょっとミニゲーム的な、
かった。ん？カッターで何すんの？あ、その隙間から出して、で、保留させといて、こっち移動して、で、ワドルディのタイミングで、あ勝手に、時間で、行ってしまった。もう一回もう一回もう一回。ほい。タイミング難しいね。え、もう一回できない？もしかして。できるね。どうしようか。ゴールドになったタイミングで行こうか。あ、違う違う違う。もう一回もう一回もう一回。オッケーオッケー、はい、よしよしよし、マニャマニャ、ない。え、てかさ、マジでだんだんちょっと歯応えというか、なんかね、初心者初心者してこなくなった気がする。普通に失敗とかするし。あ、Thank you。 吸い込む時すごいね、カービィの体どんだけ伸縮自在なのかっていう、形状記憶合金顔負けっていうか。あ、やばいやばいやばい、ほい。こうやってさ、なんか静かな、マニアに聞こえる、静かな BGM でさ、プレイしていると、あにゃあにゃ、電力が必要。ここじゃダメ。でもバレる。急げ。ナイス。うん。うん。はい。なんかホラーゲームとか、やりたくなってくるよね。これだけかな。うん。逃げるべ。お、マカロン。下が穴かと思った。お化けが隠したお菓子は3個食べる。え、知らない。あと1個あったんだ。つか、1個どっか取ったんだ。うん。おしまい？これあれだよね。吐き出さないといけないよね。ほい。なんかわざと落ちたら道があるとかありそうだけど。あ、はい、あ、肩だ。ほいほいほい。ほい。えい。えい、えい。ファイナルカッターどうやってやるの？ん？ん、ほい。ほい、できた。連打かな？なんか右は、右は違う気がする。なんか、左は、本当の、マジモンの時、右絵な気がする。ねえ。あ、罠ね。あ、でも、右行かないと出てこないんだ。あれ危ないね。ぺちゃんこになるじゃん。ちょっと、パッと見わかんない時あるね。ほい、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 ほい。全然あの実況しないで喋らないですとか言いつつ、なんか我ながら結構喋、これ絵でしょ。絵だよね。これ一回、うん、うん、あ、痛い痛い、はい、危ねえ。でこれやると本当にはしごが出てくるとかいうわけじゃん。 あっちに出てくるのか。うん、すごいノリノリで。あ、ば、ボンカスね。はい、うん、危ない。クラッシュ、クラッシュ見たらつい吸い込みたくなっちゃうっていうね。はい、きっとたくさん敵が大量にここで出てくるでしょ。はい、待ってました。ということで一発お祝いしましょう。うん、気分爽快。あ、これお菓子隠したじゃないだよね。やった、ゲットだよ。特にあのワドリー出てこなかったね。出てくるかと思った。うーん、3キブルかニードルか。あ、あ、同時に吸い込むとミックスなんだね。うーん、左これ外れだよね。ほいほいほい。あ、でも外れ引いた方がね。あ、久しぶり自販機。あと右側通れる、これねか。か、か、かんが。空き缶リサイクル。空き缶リサイクル。ほい。ほい。ほい。ん？ほい。ちょ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 。あ、
倒せるんだ、空き缶。このお化けの板を。これは動く足場ですね。はいはいはい。え、これ何これ、ん、あ、ぶんぶん、こっちでいいのかな。ねえ、やっぱりステージのさ、なんだろう、中身が早い、中身がだんだん、ここちょっと手前にすぎ。うわ、ほい、ゲチゲチ。はい、エイリアンボードを13枚壊す。はい、スピード速い。これでゴールか。ねえ、なんかやっぱステージのボリュームが増えてる気がする。ちょっと待って。ちょっと待って、後ろない？なんかあるんじゃない？ほら、あったあった、ほら。スターコインが。コインスターか。見えないけど。これ全部？オッケー。ほい、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 ほい。あ、ちゃんと吐き出すんだね。オッケー、クリアできましたと。はい。ベスト333。ゴーストゴールドに触れずにクリア。あ、あの光で気づくやつかな。キャッピーだ。キャッピーに説明ない。かわいそう。あ、エフィリンね。もう名前忘れちゃってた。この世界で出会った神秘的な子、ビースト軍団に襲われていたワドルティたちをどうにか助けようと頑張っていた。囚われたワドルティたちを助け、町を再建するためカービィにアドバイスをしながら共に旅をする。これでも何者なんだろうね。あ、ゴルドーじゃないんだ、ゴルンバーっつんだ。へえ。長細いからバーなのね。はーい、次はメリーゴーランドかな。ワンダリアパレードの夢。あ、コンプリート。あれ、地味にコンプリート初めてかもしんない。またトレジャーが2箇所ぐらい。あれ、てかあれだよね、やってないやつって前のステージにもある。あ、なんかね、あるよね。そうそうそう。またやっていかないとダメだね。まあ、今回はやったから、また次回にしようかな。うん、そうしましょう。あれ、でもここ終わったら、もうボスかな。なんかぽい気がするね。すごい、ここに近づくと夜になる。凝ってる。はい。はい、ということでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。もしよろしければ高評価やチャンネル登録していただけると大変励みになります。ではまた次回お会いいたしましょう。以上、暗黒者でございました。バイバーイ、ペロペロー。